どうも、前原です。WRC7 キャリアモードをやっていきます。今ラリーカタルーニャやってまして、デイ2まで終わりました。デイ2まで終わって、デイ3がパワーステージ 9.73 キロウォルターマックで争われます。で、現在ですね、6秒差でトップにはいるんですけれども、これを守りきれるとは正直思っておりません。なのでね、表彰台は最低でも狙いたいです。もちろんね、逃げ切りたいっていう思いもありますよ。それでは修理で、完全に治りまして、玉串をに変わります。そうだね、ちょっとこれでやってみましょうか。それではデスリー 9.73 キロオールターマックです。雨ですね。やべえ、天気見てなかった。それではやっていきましょう。フラットフィールハンド左4ショートイントゥー5ハイト3ショートハンド左3ハイトハンドオープンイントゥー左3オープン4カブハンド右に6キープインオープンハンド左5インテゥー右4ショートハンド左5ショートハンド右4 30左4ショートインテゥー右4ショートオープン4 40左3 TV インテゥー右3ハイトショート60ポーション右4ハードブレーキインテゥースクエア右30フラット左ハイトインテゥー右4ショート40左5ロングオーバークレストイントゥー右5ショート40左5ショート40右4ショートイントゥー左4ロングキープインイントゥーポーションブレーク右4ハイテン1 60ポーションヘアピン左ワイド50ショートイントゥー左4ハンド右4キープイン60ポーションハードブレークスクエア左カットオープンハンドフラット右ショートハンド左4ショートハンド右3ハンド右4イントゥーフラット左ポーションブレーク左1ロングハンド右2 30ショートキープインハンド左3オープン4ハンド左5ショートブレークイントゥー右3ショート50右3ショートオープンハンドフラット左ハイトゥー4ロングハンドナロオーバーブリッジ200左4ロングハンド右3キープインロングハンド左にキープインイントゥー右6 30ハンド左1ロング右4キープインハンド左5ショートハンド右5ショート30ハンドポーションブレーク右4ハイトスクエア右ドントカットイントゥーキックス60右4オープンハンド右3イントゥー左1ロング40危ない左3ショート40左4ショートキープインイントゥー右3 30左4ロングオープン
ハンドギリ5回転440。ハンドコーションハードブレーキ左3回転1ショートイントゥ右240。左2ショートドントカットイントゥ右430。左5ショートイントゥ右4オープン。ハンド左6ショートハンド右4ショートイントゥ左630。ハンド右4オープン30。左4回転キープイン30。ハンド危険ランディングクローズイントゥフラット左200。フラット左キープイン120。コーションブレーキ右3オープン80。左5回転ハンドコーション右5ショートハードブレーク50スクエア左ドントカットオープンイントゥフラット右イントゥ左5ロング回転4ハンド右5回転30コーション右1回転イントゥフラット左ハンド右3回転イントゥ左4 40イントゥフラット左イントゥ右6ベリーロック上りコーションオーバークレスト左4ショートハンド右4イントゥ左5 40キープ左4ショートハンド右3ショートハンドフラット左ハンド右5左4オーバークレストイントゥフラット右ハンドオーバークレスト右6ロングタイトハンド左3下りハンド右3オープンベリーロック60左5ロングタイト右3イントゥ左4ベリーロックタイト1ハンド右3ロングタイト40ハンド左4 40ハンド右4ショートハンド左5イントゥ右5 30コーションブレーク左2ショートドントカット30右5ショートイントゥ左3イントゥ右5キープインイントゥ左4オープンハンド右4ショート40イントゥフィニッシュ。さあどうだ。ん？これはなんか逆転され最後のあのミスで逆転された気がするぞ。
あまあ。やっぱり滑りますね。順位を見てみましょう。お、あ、そっか、オジェがちょっと下にいたってこと。おお、これはでかい。カタルーニャ優勝しました。いやー、これはでかいですね。今季6勝目、ポイント差も22ポイントに広げました。まだね、2戦あるので当然逆転可能な数値なので、もうねちょっと最後の2戦は表彰台狙いにシフトしたいと思います。これはですね、私がそうしたんじゃなくてチームのオーダーですチームのオーダーということで、まあ、表彰台を狙えというオーダーが出ますんで、きっとそれはねもう守っていくしかないでしょうね。ということで、ラリカタルーニャ思わぬ形で、勝利できまして、これは本当に七夕的な勝利になりましたね。いや、これはこれで良かったです。言った通り、このパワーステージ、君に勝ち目はなかった。あ、まあ、そうですね。ということで、次回なんですけれども、ウェールズ、ということで、結構ね、かなり、不得意な部類のステージになると思いますんで、またね、そのドジっぷり、ぜひご覧になっていただければとは思います。それではまた。